石川啄木の意外すぎるエピソード5000、陸軍への志願。若い頃、陸軍への入隊を志願しましたが、視力の問題で叶いませんでした。アメリカへの渡航。アメリカ合衆国への渡航経験があり、外国の文化や生活に触れました。教員としての経歴。教員として働き、生計を立てるために教壇に立っていました。詩人としての成功後の葛藤。詩人として成功した後も、経済的に苦しい時期があり、著作の出版に苦心しました。肺結核の闘病。肺結核にかかり、病魔との闘病生活を送りながら、詩を読み続けました。